試合解説動画撮りたかったな撮りたかったっすね <laughs> 久々できると思っていけどなやな。<laughs> 解説動画撮りたかったけど負けてもうたからな、うん、撮れないっすねはい、えー、皆さんこんにちは、えー、人獣中村勘です 人獣っていらんな。<laughs> 懐かしいななんか人獣だ、まあ、YouTube っぽくなったわ。中村勘でいいんちゃうわそうやな。うん、っていう感じではいあのこんにちは中村勘です。えっ、ー、とまあ今回は勝って試合の解説動画だったりあの実はこう考えてたとかこういうふうにしてたとかまああの解説の動画を上げさせてもらいたかったんですけど あのまあ、結果負けたっていうことでえー、解説っていうよりかはあの試合後の率直な、えー、自分の感想だったり、まあ、YouTube ではそのインタビュー的な感じで動画を回していけたらいいかなと思ってますはい、えー、まず初めに、えー、今回の試合は えー、試合の結果としては、えー、完敗しましたうん人生の初の KO 負けっていう感じで、まあ、正直今回の結果はまあめっちゃ悔しいです、はい、でも、あのーまあ、自分の中でまあ最後に話させてもらうんですけどなんてやろ自分が今回で得たそのなんてやろ強みとかまあ逆にマイナスに出た課題とか まあそういったところは、あの明確に今回、なんか分かったというか、いい勉強になったんで、まあ、それを踏まえた上で、もう全く落ち込んでもないし、いい勉強になったと思ってます。まあ、落ち込んでる、うん、落ち込んでないって言ったけど、まあ、実際落ち込んでないっていうよりかは、まあ、悔しいけど、まあ、落ち込んでてもしょうがないって、まあ、自分にまだいい気がしてる段階なんで、試合から。 まあ数日しか経ってないんで、何日か前に倒されたばっかりやから、まあその落ち込んでないって言ったら嘘になるんやろうけど、うん、まあ自分の中ではめっちゃ悔しい気持ち、何回言うねんっていう、この <laughs> 何回も出てくるぐらい悔しい気持ちでもあるし、別になんか負けたから次とか思ってるわけでもないし、そのこの 悔しい気持ちをこうバネにというか、うん、次に向けて進んでいく上で、まあ、一番最初の出だしの、1ラウンドの最初の勢いのあった状態、あれをまあ、今回3ラウンド続けるつもりやったというか、全然できてなかったから言われへんねんけど、その1ラウンドの最初の出だしを、まあ、3ラウンドだけじゃなく、ベルトを狙っていくなら5ラウンド。 ぶっ通しでどんな状況になろうとできるこの精神面というかメンタル面っていうのをしっかり鍛え直してで次に備えて練習をしてもっともっとメンタル面も体も強くしていけたらなと思っております。今今のの気気持持ちちちとしてなんかこう悔しいってててて悔いいいう気持ちはめっっゃ今の話聞いてて伝わってきてんけど、うん 実際なんかこう今回の試合がまあ終わってまだ数日しか経ってない中で、うん、なんかどういうふうにこう前を向けてるんかなみたいな部分についてなんかこう<ー>今も感じてる部分っていうか考えてるところがあれば何かちょっとネガティブにどっちかというとやっぱなんか <laughs> 結構落ち込んでるなみたいなふう<ー>に映るような気してて <laughs>、うん、まあまあまあなんていうんかな落ち込んではいる。 というか落ち込んでないですさって先言ったばっかりやねんけど、うん、なんか、うん、あの試合の日もあの試合後インタビューではなんかはきはきしゃべろうと思ってこう冷静に堂々とというかそういう立ち振る舞いはしたけど、まあ、実際今素直にこういうふうに話すと、まあ、いろんな感情をも込み上げてくるし、まあ、実際欠けてた気持ちが強かったし。 まあネガティブに聞こえる部分もあったとは思うんですけど、課題も強みも明確に出てるわけで、まあそれをすればさらに強くなるっていう伸びしろもわかってるし、まあそういった部分でもそうなんですけど、まあやっぱりなんといってもみんながそれぞれやってる仕事とかそういうのでも全部一緒やと思ってて、まあ俺やったら格闘技のその結果っていうので、まあ失敗とか、 負けっていうその俺やったら負け試合っていうのですごい勉強になることが多いというかなんか負けから学ぶことが多いと思ってて俺はまあ実際全部とんとん拍子で行ってきた人生でもないしまあどっちかというとはらんだ人生を俺は歩んできてるからまあうまいこといかん時にどう立ち向かうかっていうところなんですけどまあ学ぶことって、まあ、失敗とか負けから多いって。 思ってるんでまあその一個一個の課題じゃないけどその学んだことをクリアした時に自分の中で選手としてはもちろんそうなんですけど人として人間としてもなんかめっちゃ成長できると思ってるんでそういう風に俺は考えてます。でまあそうすることで成長をしっかりみんなの見えへんところでしっかりしていって。 次戦が決まった時に、次戦の結果で応援してくれてるみんなには返していけたらなって思ってます。じゃあ、今回の試合で、逆にこう一番初めに言ってたみたいな。なんか強みに持てたことっていうのと、なんか課題みたいなとこを。じゃあ、最後、その。今回のその失敗。で。見えた。とこみたいなこがあれば。ちょっと、まあ、話せる範囲で。 できたい<れ>いなって思いますま,あまず両方ともなんかこう強,強みも課題もやけどあんま詳しく言うと、うんうん、何についてとか、うん、なんかこういろいろ出てしまうんで大、うん、まかに言うと、うん、まあ強みはもうフィジカル面、うん、自分の中で、まあ、自分の階級とか、まあ、そのあたりの階級、まあ、60でベルト持ってる人やけど。 まあ63とかもう何年も前からずっと試合出てて、まあ、ずっと前に出続けて強さを見せてる王者なわけやんか、うん、まあすごい警戒してた自分もおんねんけど、まあ、フィジカルの強さっていうのはあまりあまりっていうか一つも感じひんかった、まあ、聞かされて飛んでからは、まあ、めっちゃ感じるのは感じんねんけど、うん、バチバチいかれたし。 でも、まあ、あのそれまでやってて何一つ怖さを感じひんかったっていうのは、まあ、自分のフィジカルはあの世界でも通用するなっていうのもすごい感じれたしそれがまあ自信になったっていうところで、まあ、今後強みとして生かしていくっていうよりかはまださらにこうそういう部分を磨きをかけて鍛錬していければいいかなと思ってます。はいまあ、まあ何言われれるるるか分かかかららんけど負けど負ててしボボい うん、でもまあ信じてくれるというか、うん、まあ分かっ試合見て分かった人間が分かってくれたらと思って喋ってるからまあ、好きなように言ってくれたらええねんけどまあ俺はなんかそういう風に思ってますね。で、えー、課題っていうところはまあ,あの自分の中で何クソ精神とはまたちょっと違うねんけど、うん、まあそれに似た感情っていうんかな何があっても倒しに行くっていうその集中力じゃないけど。うん まあそういったところは落ちていってる気がするじゃないけど今回ちょっとこう薄れてた部分が試合で見えてしまったからまあそれを課題にもっと自分にハングリーさというかもっとその生物的な強さっていうのに磨きをかけ直さないといけないんじゃないかなっていうちょっとキックボクサーになりすぎてるというかまあそういったところもまあ自分の中での課題もっとギラギラした俺を取り戻そうっていうのは 思いましたなんか生物的な強さとこうそれだけでもあかんと思うし理論的な強さこういう相手にはこうすればいいとか技術的なところだけ、まあ、そういったクレバーなところだけそれだけでも上に行かれんと思ってるし上に行かれんというか上に居続けられへんと思ってて、うんうん、その塩梅はもっと見つめ直さなあかんなっていうところで、まあ、精神的なところでもそうなんかもしれんけどリンクしてるんかもしれんけど まあ自分の中でもう,もうちょっと本能的な強さをもっと磨いていけたらいいかなと思ってますまあ最後になるんですけど、えー、っと応援してくれてた皆様にはまあこういったところをもっとさらに強くして結果で恩を返すしかないと思ってるんでまあ何回も。 一緒のこと言っっててしまってるんですけど必ず次戦で結果で返せるようにもう月曜日からかな土曜日試合で月曜日からもう練習もしてまあしっかりリフレッシュする期間とかは作るんですけどもうすぐ次の課題に向かって進んでいってるんでまあ、必ず結果で返して中村勘っていうものを応援しててよかったなと思えるような存在そういう選手になれるように一から頑張り直すんで。 これからも変わらず応援してもらえたら嬉しいです。まあ今までも勝ったり負けたりそれこそ勝ったらこういうところが良かった,ら,かかったから勝ったけどあのこういうとこが悪かったから次行かそう次までに絶対直そう負けた時はこういう敗因敗因がこれやとかでもこういうところが良かったとか やっぱ分析して、えー、自分を知ってそれの繰り返しやと思ってるししっかり前だけを見て頑張っていきたいと思ってますまあ改めてなんですけどえー、っと今大会10月15日の僕の試合っていうところも信じて応援していただいた皆様にはあのー、ほんまに結果返せなかったんで申し訳なかったです選手として,ていうか結果に残せなかったことあほんまに 反省してますでもまああの自分のために第一にやってるっていうことを忘れず次また楽しんでる姿を見せれたらというか見てもらえたらいいかなと思ってもう一度諦めずに頑張るんでこれからも変わらず中村さっていうものを応援していただけたら嬉しいです。っていうのはまあ2回目かな今さっきも言ったらでもほんまにあの最後になりますけど、えー、っとこれからも、えー、中村さっていうものを応援よろしくお願いします。はい えー、こんな感じでいいかな。はい,いちょっと締めは久しぶりの YouTube やったから下手くそやったけど <laughs> あの気持ちは伝わったかなと思います。はい、今の試合の率直な俺の気持ちと、えーまあ、今回課題それから強みいろいろ分かった試合でいろいろ勉強になった試合なんでこれを糧に、えー、もう一回。 気を引き締めて頑張りたいと思います。はい。えっ、ー、と、あと、今締めようと思ったんですけど、ちょっと一個言い忘れたことがあって、あの、ライズの公式ページで載ってる試合後インタビューの動画で僕言ってたんですけど、あの、まあ不、不完全、不完全燃焼というか、なんて言うやろう、まあ、意識飛んでへんかったから、 まあ止められた意味がわからんとまでは言ってないねんけどなんで止められるかわからんかったみたいな感情やったから、まあ、その時ってこう試合終わってバンテージとか全部切ったりしたらもうすぐ試合後のインタビューに行くねんけど何もこう俯瞰で映像を見返してもないわけやから、まあ、俺の中ではまだ戦えたというか諦めてなかった気持ちもあるしあの空間って自分をこう信じたいリングの中で。 自分を信じたい時間でもあるから客観的に見れてない状況でそのままシェイ,クインタビューに行くねんけどちゃんと見返してみて自分の中ではなんか6か7ぐらい10カウント中のダウンの10カウント中の7ぐらいで立ったんかなっていうイメージあってであと1秒2秒あるってなってもうその間必死でこうロープを持ってでもあの絶対立てたから かなりもうこんなしかやったしこんなしかやったしぐちゃぐちゃやったからちょっとでもマシにしようと思って必死こいてマシにしてた時間やってでちょっとマシになってきたとでもまだカウントも数えられてるまだいけるって思って焦んなって思ってたら俺の中では戦える気持ちだけは戦うつもりやってまだほんでゴングがなったというかレフリーストップになったから「ちょ待てや!」っていう気持ちがあの素直な気持ちやったんですよ でもまあ、あの1秒2秒って自分の中での体感の1秒2秒と、やっぱ周りから見る1秒2秒って全然違うから、まあ終わってみて、後で自分でこう見返してみて、まあまあきっちり目を飛んでるし100、100%これは止められるなっていう感じだったんで、見返してみて、あの改めて思いましたっていう話なんですけど。 あのあんまり一発目にパーもらってからあのストーって抜けてから一瞬飛びかけたし一瞬真っ白になったしその後ももうグワングワンな視界であのダメージはありましたでも諦めずして戦おうとした結果あのまだ戦えるっておいってなってただけで負に落ちてない感じになってしまってただけでちゃんと見返してあれは止められてます <laughs> はい それはあの見返ししてから気づきましたでもまあやっぱあこうなる前にファイティングポーズを取るべきやったしグワングワンでもいいからファイティングポーズを取らないと絶対止められるっていうのも思うしあのファイティングポーズをとってもあの目やったら止められてるんちゃうかなって思うような感じが、まあ、自分で俯瞰で見返してから思いましたね。はい、っていう感じです。それはまあちょっと 試合後インタビューと違って訂正しておきたくて今話しましたはいっていう感じでえー、っと久しぶりの動画というか俺の話してる自分の考えを話してる動画がえー、っと負け試合のインタビューになってちょっと申し訳ないねんけど何て言うやろうまあ楽しめましたかっていうのと <laughs> 楽しめましたかっておかしいななんて言ったやろなうん まああ恥ずずかしいよな <laughs> とりあえずでもまああのみんなにちらっとお知らせじゃないけどまあ今後も YouTube やったりとかもちょっと SNS もそうやねんけどまあ気まぐれ程度でしかないねんけどまあ更新頻度やったりとかもちょっと上げていこうというかちょっと頑張ろうっていうので思ってるんでまあよかったらこの動画のコメント欄でもいいし 全然 DM でもどういう動画が見たいっていうんかな。まあ基本的に日常をとるようなことやと思うねんけど何かこうリクエストなりなんなりなんかこういう動画見たいなとか送ってもらえたらこっちも参考にさせてもらうんで、まあ、気が向いたらよろしくお願いします。なんかもっと中村勘を応援したいって思ってもらえた人には、まあ、自分の考え方やったりとかコースで話してる質問に対して答えてたりとかっていうのもあの ファンクラブの方でもいっぱい動画はあげたりとか、あの、いろんな写真っていうのも見れるんで、ぜひぜひそのファンクラブの方も見てもらえたら嬉しいですね。はい。なんかそんな感じです。はい。また次の動画を上げる時にでもお会いしましょう。ありがとうございました。